前は4コーナーカーブ、先頭は7番ルックスザットキル、追ってくるのは15番のマリカ、16番プラチナグロース、直線に向きます。先頭は7番ルックスザットキル、リードは1馬身半やや広がりました。2番手が15番のマリカ粘っています。並んでこようという16番のプラチナグロース200を通過、その後ろからは11番のゴーディ、追い込んでくるアメージングダクト、大外からは1番サトノタイガー、先頭ルックスザットキル、マリカがじわじわ差を詰めてくる。さらには16番のプラチナグロース、先頭はルックスザットキル、逃げ切った、ゴールイン。7番ルックスザットキルが逃げ切りました。鞍上早田光春騎手。早田光春騎手にお話を伺います。見事なリベンジでした。今のお気持ちいかがでしょうか。とても嬉しいです、はい、今日は人気を背負う形でしたが、プレッシャーなどはやはりありましたか。やっぱりそういうのは常に感じないようにって気をつけるんですけど、やっぱりいざねゲート入るとそういうのは自然に出ちゃってるのかもしれないですね。改めてレースを振り返っていかがでしょうか。やっぱり時計が12秒1か2とかって言ってたんで、11秒台出せるときってもうちょっとしまいが楽なんで、僕のペース配分がちょっと下手だったかなって思います。ちょっと課題ですね。仕掛けてからの反応やゴール前の手応えはいかがでしたか。もう仕掛けは良かったんですけど、やっぱり最後の最後でちょっとやっぱ足上がっちゃうところあったんで、はい。どのあたりで勝利を確信されましたか。やっぱり後ろも足使ってたんで、これは勝ったかなっていう気持ちになりました。この馬の強さとはどういうところでしょうか。本当に飛びがでかいのにピッチ走法っていう、本当に短距離馬向きの客室のところですかね。これからますます秋が楽しみなんですけれども、次走は米田調教師が東京杯とおっしゃってましたが、この馬の可能性というのはどうでしょうか。どうにかしなくちゃいけないと思ってるんで、普段のね調教からやっぱりしっかり乗って馬に教えたりとかして、馬とね騎手ともに成長していきたいですね。それでは最後にファンの皆様にメッセージをお願いいたします。今日はファンの皆様の応援のおかげで勝つこともできました。ありがとうございます。次も頑張るんで応援よろしくお願いいたします。米田秀夫調教師にお話を伺います。見事な巻き返し、そしてご自身にとって重賞初制覇です。今のお気持ちいかがでしょうか。そうですね、前走ちょっと人気を裏切るような形になってしまいましたので、今回本当しっかり結果を出せてすごく嬉しいです。今日は人気があってそれを背負う形でしたが、いかがでしたか。そうですね、そこまで、僕自身は緊張はしてなかったんですけども、でもそうですね、そこまで不安になったという感じもなかったですけども、どういう競馬してくれるかなと思ってすごく楽しみにはしてました。今日のルックスザットキルでの、パドックでの様子や返し馬の様子いかがでしたでしょうか。いつも通りですね、本当にすごく堂々とした馬で、全く入れ込むようなこともないですし、相変わらずあの馬らしい振る舞いだったと思います。どれか競ってくる馬がいるかなというふうに思ってたんですけども、楽にというか、割と楽に花に立つことができましたので、いい形だなと思って見てましたけども。最後の直線はどんな気持ちでご覧になってましたか。そうですね、もう後ろからもう来ないでくれという感じで、願ってました。秋がますます楽しみになってきました。今後の予定はお決まりでしょうか。そうですね、順調ならもう東京杯という予定で、当初からおりましたので、そこに向けて調整していこうと思います。今日はありがとうございました。応援ありがとうございました。次、順調なら東京杯目指してまた頑張りたいと思いますのでよろしくお願いいたします。